はい。ごめんなさい。はい。お部屋の前にいるんです。同じマンションのものなんですけど。お待ちください。ご迷惑でした。何か？ご存知でした？何をですか？このくらいになると大抵の夜このビル私たち二人だけになってしまうってこと。いいえ。それだけなんです。私3階に住んでるものなんですけど、お近づきの印シャンパンなの。飲みかけのシャンパン。せっかくだけど。開けたんだけど一人じゃ飲みきれなくて、で飲んでいただこうと思って。すいません。でも明日まで置いとくと気が抜けちゃうでしょ。酔ってるわね。弱いの。そうじゃなきゃこんなことしないわ。ちょっとよろしいですか？入っても。え？ダメなの？何か？どうしてだか今夜一人でいるのがたまらなくなって何度も迷ったけど来たんです。しかしね、夜中に見ず知らずの男の部屋に。ごめんなさい。勝手にね。割と気安い方なんじゃないかななんて思い込んだりしてたから。参るな。お仕事中でした？ええ、仕事中です。急ぎの。よく次々いろんなドラマかけますね。あなたのドラマ優しくて好き。それとも、あのもう3年ぐらい前になるけど、ダンサーが主人公の話あったじゃない。音楽がとっても素敵だったし感動したの。本当よ。それから素敵な言葉があったわ。過ぎ去ったことは取り返しがつかないって言うけど、そんなことはない。誰のものでもない自分の過去なんだから。いや本当に悪いけどね、仕事が途中なんで。じゃあ失礼。じゃあシャンパンだけでも置いてきます。あ、飲みかけのシャンパンだ。なんていう日だ。おや、雨だよ。この芝居じみた夜がそれから私が体験することになる不思議な夏の全ての始まりとなった。